はい、シローです。今回ですね、リコーが RE100 に加盟するからこそできる提言ということで、まあ、リコーさんというね、日本の企業がですね、初めて、えー、この COP21 を受けて、まあ、再エネですよね、100%を目指すのかという、なぜの理由ですね。そこについての、えー、具体的な提言というかですね、あのー、理由というのをですね、4つ挙げております。 まずですね、まあ、フォームを読んでいきますね。RE100 に加盟した背景を教えてください。リコーが RE100 に参加を決めた理由は主に4つあります。1つが、先ほどもお話ししたように、世界では100%にするかどうかは別としても、再生可能エネルギーを積極的に活用する企業が増えているという点です。リコーは、環境経営のリーディングカンパニーとして、RE100 に参加することで、よりはっきりとグローバルにコミットメントを示すことにしました。 また社員に対しても周知する狙いもありますということですね。やっぱり世界的にはこの再生可能エネルギーによるエネルギーを所得して100%それでエネルギーを賄っていこうという流れですね。この流れというのは、えー、まあ早い遅いは別としたりとか国によって違ったりとか、まあ、企業の規模によっても違ったりとかにも関わると思うんですけども。 だんだんとこちらに収束していくのかなというふうに流れとしてやっぱり出てきてますよね。で、その中でもなるべくやっぱりリーディングカンパニーとして、環境系のね、履、え、行、ー、は考えてますので、R100 に参加するということなんですよね。で、やっぱりこれは先のちょっとね、回答にも出てきてるんですけど、取引先なんかもですね、そういった流れが多く出てきてるので、 これはより早く参加しなきゃということなんでしょうね。で、これ2番目の理由なんですけども、RE100 に参加している企業は100社以上ありますが、そのほとんどが利口が副社機やプリンターをすでに提供していたり、まあやっぱり取引先だったりということですよね。今後お付き合いをしたいグローバル企業であり、そういった企業と同じ価値観を持って活動していくことをグローバルに意思表明するという狙いもあります。これが2つ目の理由ですということですね。 まあ、お互いにねこの RE100 に参加してるんだよっていうことを表明して全世界の人たちにですね再生可能エネルギーを中心にやっている企業の、まあ、中心というかですねエネルギーの原資として使っている企業なんだよっていうふうに進めていくということですよね。これどうでしょうかね日本なんか考えてみるとまだまだ化石燃料を進めていこうとしてるというかこの間のね COP21 時じゃないのかなえっ、ー、とね 違った動画でと書いて、あの書いてるんじゃないや、話してると思うんですけども、確かニュース、他のニュースでですね、あの、先進的なね、火力発電所を発表しようとしたっていう経緯があったんですよね、日本の企業が。これ何を考えてるかって、脱炭素じゃ全くないってことですよね。要するに、火力発電の場合ですと、どんなに効率化を上げたりとか、どんなに 省エネ化をしたとしたとてっ炭素は出ちゃうんですね。これはしょうがないんですよね石炭を燃やしたり石油を燃やしたりするわけですからあの、まあ、その過程でいろいろ削除する方法というのが研究されたりすることは歓迎することではあるんですけど脱炭素でではないといととうことですよねで。そういった企業が実際にです、ね、そういう場に出てきちゃうところ時点でうんその環境のためのね、えーとまあ、博覧会みたいなところで あの日本企業が出てきてたらしいんですけどまあ紙面素化だったらしいですよ、ね、当然ですすよよねね当然だから RE100 に参加するということは再生可能エネルギー100%にもう特化するんだとそこに向かっていくんだというところを意思証明する会社なんだというところで証明書みたいな部分にもなるわけですねなのでそういった会社と付き合っていくっていうのはもちろん自分も入らなきゃいけないよね目指さなきゃいけないよねっていうところになるわけなのでまあ こういういちょっと分かりやすい例としてとていう部分もあると思いますね。で3つ目の理由が自社の新規需要の後押しです。リコグループは副社機をメインにオフィスで使われるさまざまな画像機器を扱っていますが太陽光発電の運用保守、OM 保守点検など新しい事業の立ち上げも行っています。RE100 円の加盟やそれに伴う再生可能エネルギーの積極的な活用はこれらのビジネスの後押しにもつながると考えていますということですね。 まあここら辺はうまくいけばそっちの授業が伸びていくかもしれませんけれどもすでに競合がかなり出てきているということと、まあ、O&M っていうのはね私も他の動画で出しましたが、まあ、これあんまり人がいらなくなるよねっていう流れですよねなので授業としては伸びればいいですけれどもあんまり雇用は出てこないよねっていうところはやっぱりつながると思いますね。 4つ目が、えー、最近のグローバルな流れとして投資家の方がその企業の環境への取り組み方や内容を判断投資判断の基準として考えるようになってきているという点です。利益率や客収フローではない非財務情報である ESG 環境エンバイロメント社会ソーシャル企業統治ガバ,メガバナンスの、えー、頭文字に配慮している企業を重視する EGS 投資などがその代表例ですね。 RE100 に加盟し、環境意識が高い会社にして、こうした投資家からの評価の向上で図る狙いもありますということですね。はい。ここの文章から、会社というのはですね、やっぱり投資家に向いてるというところを、やっぱりきっちりとした現実として見なきゃいけないということです。このね、2番目の理由もそうですよね。まあ、グローバル企業ということもそうなんですけど、投資家、 としてですね、この RE100 に入っていないと、まあ、その他のね投資をしている会社もそうなんですけどもあの投資する対象の企業としてまず入らなくなってしまうよっていう今後ですよ今はそんなにひどくはないと思うんですけど投資家たちの間ではそういう流れが出てきてるんだと思いますよね。会社というのは、まあ、製品とかサービスを通してねあの社会に貢献するっていうのが一つなんですけど。 利益を上げなななきゃいけないけんんでですすよよねここれ当然のことなんですよで利益を上げるのはなぜかというとこういった投資をしてきた投資家からにですねそれを配当金とかあるいは株価を上げるとかですねそういったもので、えー、還元していかないといけないんですよねそこが、あのーまあ、企業というのはね大々的にそういうことを言っちゃいけないんですけどトップに入るわけですよでそれが まあこういった言葉に対してねちょっと出てきているのかなというところでもあるわけですね日本では現状まだ再生可能エネルギーの価格が高いと指摘されることが多いですリコ行グループではどのように再生可能エネルギーを活用していく方針でしょうか日本では企業などの需要家側は再生可能エネルギーを使いたいとは思っているものの現状では価格が高いので使えない今後価格が下がったら利用したいと考えているところが多いと感じています一方再生可能エネルギーを供給する会社は 環境意識が高高い人は高くくてても買ってくれるだろうと考えていて卵が先かニワトリが先かという状,況が状態になっていると思います。利口は、えー、需要家として再生可能エネルギーを積極的に使う切り替えていくという一表示を示すことで国を含め供給側の改革を促すことも狙いとしていますというところですね。まあ需要家の立場がまずは大きいんですけれども。 まあ再生可能エネルギーっていうのはですね、世界ではやっぱりどん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 ん価格が安くなってきているということなんですよね。でも、やっぱり投資対象としては銀行からの融資を受けないとなかなか本格的な、ねえー、資金がいる場合が多いんですけれども、その時にですね、ちょっと壁が出てくるんですね。日本製のものを使ってないと、例えば太陽光パネルで日本製のものを使ってないと融資しないとかっていうふうな変な法則が、ね、出てきたりしてるんですね。だから、 今ところなかなか難しいんですけれどもそういうところをコーはちょっと改善していきたいなというところの流れでしょうねコーで,では自社の使用電力を再生可能エネルギー100%で賄うにあたり再生可能エネルギー施設の設置や再生可能エネルギーの購入だけではなくて省エネやプロセス改善による徹底的な効率化を大前提として考えていますよくグリーン電力少々などを購入して再エネ利用率を100%にするのですかと聞かれますが 今の段階でそういった方法は取らずまずは徹底的な省エネの努めた上で再生可能エネルギー設備の設置電力の切り替え生産効率化などで実現していきたいと考えていますとこの質問が出る時点で再生可能エネルギーに対してですねやっぱり懐疑的な考え方の人なのかなというところですよね要するにグリーン証書っていうのを買うと、えー、まあグリーンで作ったね、えー、電気を作 買ってるというふうに、えー、世間が認識されるので再エネ利用率っていうのが上がるっていうことなんですよね。だから自社ではあまり努力してないっていうことなんですよ。彼で解決してよっていうところですよね。だからそうじゃなくて徹底的な省エネとか再生可能エネルギー設備を実際に自分のところで設置したりとかで電力の切り替えをしたりとか生産効率化っていう方法で実現していきたいと考えていますというけれどもまあ これはね、会社なので、お金で解決できるようならそこの部分をやっていく可能性は、まあ、ゼロじゃないですよね。はい。で、現在、日本の電気、電力市場の仕組みには、再生可能エルギーのカウントや調達という面で課題があります。そこで我々のような企業へ RE100 にする,、えー、することで、こうした調達のし新しい仕組みを構築していこうという社会への投げかけにもなればと考えています。例えば、2018年5月に始まる非化石証書の扱いについて、 調達電力に原子力分も含まれるとなると自分たちの再エネ利用率をカウントする際にどうしたらいいのかこういった点についても RE100 に参加しているからこそ発言や意見も述べる機会が得られますとこのね非化石証書ってねすごくあの難しい部分というかあのわざと難しくて分かりにくくしてるんですけど あの調達電力にですね、まあ、非化石だから原子力も含まれるってなると今の原発の再稼働が簡単に言うと認められちゃうことになるんですね。それはやっぱり良くないよっていうことと、まあ、こんなのは政策によって決まっちゃったりするんで私たちの企業ではどうしようもないんだというだけれども、まあ、自分たちの、ね、再利用率をカウントする際にはどうしたらいいのかということで、まあ、非化石証書なんかをね作ってもどうなのかなというところでもあるわけですよね。 うん、これ私も思いますよね。あんまりね、こういうふうに、うん、まあ、証書とかね、そういったものを作っているんですけど、内容的にね、原子力を入れちゃうんじゃ、あんまり意味ないなと、私も思いますね。はい、えっ、ー、とですね、今回はちょっと文章だけのところで、あんまり画像がなくて面白かった、面白くなかったと思うんですけど、まあ、この RE100 ね。 やっぱりこれはどんどんですねあの世界的にはどんどん入っていく会社っていうのは多くなる企業っていうのは多くなると思うんですけどね特に世界的に展開している企業はこれに入らざるを得ないというふうになってきてると思うんですけどもまだなかなかねそう簡単に事業がそういった化石燃料によって行われている会社行われている事業っていうのが多い場合はなかなかね、えー、展開しているのは難しいと思うんですけどもやっぱりあの今後はね この流れというのは、まあ、変わらないだろうなというふうに考えております。はい、えー、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。